レンカノのことがバレるわけじゃないし、謝れば友達も許してくれる。名前を本名で行こうって決めた時から覚悟はできてる。映画に出られるなら大学で後ろ指刺されるくらいなんともない。期待してるわ、プロデューサープロなんて甘美な響き。ねえ、ちょっとちょっと、お二人さん、最近よく声聞こえるけど、そんなに話があるなら部屋でやってくれませんか。そんなにイチャイチャしてるなら付き合っちゃえばいいのに。はあ、なんだこの子。まあとにかくそういうわけなんで、ご近所トラブルとかマジ勘弁すから。これからはベランダで会うのは少し控えた方がいいかも。なあ、なんで同じ大学。お、あなた。自分1年の八重森ミニって言います。以後お見知りおきよっす。